僕の名前は1年後に家が潰れる人、24歳、月収5万円、居場所を失い途方に暮れているところに運よく家賃ゼロ円の物件を見つけることができた。ただし1年後に家が取り壊されるという条件付きの物件だった。果たして僕はどうなっていくんだろうか。これは僕の家が潰れるまでのノンフィクションである。今日から2日間長野県に行ってきます。まあ、事の発端としては駄菓子屋さんをやりたいっていうブログを以前書いたんですけど、ブログを読んでくれてくださった方がいて、敷地内に空き家を持ってるっていうことで、まあ、よかったらぜひ活用してくださいみたいなありがたい話をいただいて、まあ、移住するかどうかっていうのは分かんないんですけど、まあ、そんなお話をいただいたので唐突に長野県に行くということになりました。今回行くところはですね、長野県岡谷市というところです。本当になんか日本のど真ん中みたいな感じで湖があったりとか、なんか結構楽しみだなと思って行ってこようと思います。では新宿に到着してエスカレーターに乗ってるとこです。10時25分のバスなんですけど、着いた時間が今8時半なんですよ。めっちゃ早く着きすぎて、ちょっとどっかお茶カフェでも入って時間を潰そうかなって思います。お腹がちょっと空いたんでご飯食べるとこ探そうかな。やばいよね。とりあえずこの談合坂ってとこに到着しました。とりあえずお腹が空いたからご飯を食べようと思います。ホテルに着いてきました。ここからご飯食べに行こうって言ってくださったので、ご飯食べに行こうと思います。だいぶ田舎をねイメージしてたんだけど、ここまでど田舎みたいな感じではないし、普通にさ GU とかユニクロとか結構アクセスもいいし、役場からも近いし、すごいいい感じでもね、なかなかシャッター街が多い。市役所付近だけどだいぶみんな閉まってる感じかな。明日は岡谷っていう街を一人で探索しようかなと思ってるので、夕方5時のバスで帰るので、まあそれまでフラッと一人旅みたいな感じでできたらいいかなって思ってます。時刻は7時40分です。これからシャワーを浴びて、近くにコンビニがあれば朝ごはん食べたいんですけど、で、まあ、10時にチェックアウトしてそのまま観光って感じです。シルクが有名らしいよ。シルクファクトリーっていうところに来ました。前いたテナントファクトリーって名前つけたからマジ笑うわ。無料券をいただいてるので、まあ、ここを見てこようかなって思います。で、こっからまたちょっと歩いて、なんか今度は独特そうな美術館にちょっと行ってこようかなと思います。ここは SNS が OK って書いてあったので撮影してます。武井武雄さんっていう人の絵の博物館らしいんだけど、マジで存じないんだよね、申し訳ないんだけど。さっきの絵のところはちょっと癖強すぎる。ちょっと俺の世界線にはついていけなかった。最後は東湖館で自慢焼きって書いてあると気になるお店があったから、自慢焼きっていうのをちょっと買ってみようかと思う。見つけました。新しい絵を見つけました。
寝る場所考えたら俺に。自慢焼き今いただきました。ちょっとどっかで食べたいんだけど座れる場所がなさそう。駐車場のなんか隅っこみたいなところに座ってます。これがさっき買ったやつ。これさ大判焼きだよね。見た目普通に大判焼きじゃん。これいただきます。うまっ。これ大判焼きっすね。めっちゃ見れてる。めちゃくちゃうまい。めっちゃうまい。うまっ。普通にお腹も空いてたからさ、割り増しでうまいわ、マジで。めっちゃ美味しい。5時半だから約5時間ぐらいかかってやってきたって感じかな。帰りはねバスがめちゃくちゃ空いてたからよかったね。めちゃくちゃ疲れたけどでもあっという間だった。まあでもね楽しかった、まあ、すごいいい旅だったなって思った。これが家粒の家になるかどうかみたいなちょっとわかんないからさ、やっぱり地元に愛着があるからさ、やっぱり地元でやりたいなっていう気持ちもますますちょっと増したっていうのが正直な感想かな。まあ明日子供が来るみたいなので明日も頑張ろうと思います。それでは今の僕は幸せになってる。